皆さんこんにちは、山田ボスオです。遊び屋春祭り2023、2本目の動画です。いよいよ出発のホーナーチームとナーミチーム、すべてのミッションをクリアして16時に帰ってこれるのか、どんなミッションなのかはぜひ1本目の動画をご覧ください。それではスタート。たびたび TV チャンネル。おはようございます。おはようございます。シャピです。ショーカです。オーナーです。あとジュンジュンがいたんですけど、ジュンジュン急に呼ばれましたので行っちゃいまして、3人で行きます。はい、私たちどこ行くんですか？羊蹄山です。羊蹄山、あと陽一も行くんでしたっけ？そうです。はい、それでは皆さん頑張っていきましょう。私たちのグループは羊蹄山に行きます。ミッションはこんな感じです。どうも、運転手のホーナーです。頑張ります。ちなみにあれで、まず最初にこれから行く羊蹄としては、あ、羊蹄、羊蹄山の脇道から行きたいと思います。面白がなくてごめんなさい。こちら全体ミッションの21、無事に発見しました。やべえ、偶然にも前走ってる車ナンバープレート21でした。ラッキ ー, イエー。はい、今行く途中で休憩に入りまして、中山峠で、トイレ休憩を取りました。っていうか、羊蹄山見えるかな、みんな。風強い風強い。あと羊蹄山すごい綺麗だね。見えるかな、これ。寒いね、まだね。ちなみにここまで大体2時間ぐらいかかったね。よし、次に向かって頑張っていきましょう。ねえ、やっぱ中山峠では揚げ芋食べようと思ってたんですけど、食べたい？食べたいけどあれだよね、残念ながら。すごい人です。もう階段の上まで下ってありです。だから、はい、悲しい。残念ですが、まあ、次の機会に。はい、肉、何食べてんの？肉巻きおにぎりです。いいね、美味しそうですね。今ちなみにあれですね、留守の道の駅、はい、で今休憩してます。1個目のミッション、留守どんどん市場到着しました。プリース。これからバーベキューのお肉と野菜を、いっぱい買いましょう。なんと3万円の豚肉が売ってました。人がいっぱい売ってるよ、これ。でも今回3万円は買いませんので、これは残念ですが、今度誰か買ってください。よろしくお願いします。今ね、ここ3万円でお肉、はい、買いを買いました。皆さん待っててください。そしてお野菜も買いましたので、これから次のチェックポイント行って帰っていきたいと思いますんで、次に、おーおー、こちらは羊蹄山です。綺麗だね。めっちゃ綺麗です。うん、ということで、そして今はお知らせミッションのマッカリの大スター、細川たおかしに会いに来ました。おお、やりました。これから歩いて向かいます。はい、そしてなんとここで偶然にも21発見しました。やりました。細川たかしの像到着しましたの横にどうも、細川たかしです。違いました、私たち、遊び屋本舗20周年記念しまして、ここ細川たかしの方に、挨拶に参りました。私、20周年迎えることができました。これからもよろしくお願いします。もし応援できたら一緒に共演してください。よろしくお願いいたします。細川たかしさん、ありがとうございました。ちなみに細川たかし知ってました？全然知らなかった。マジでチャピオは分かってるな。知らない本当に知らない。
二人とも知らなかったの？知らないです。マジか。ちゃんと勉強してください。今後北海道の大スターなんでよろしくお願いします。それでは高橋さん、さようなら。また会いに来ます。羊蹄山の湧き水到着しました。はい、行きます。ということで羊蹄山の湧き水、はい、お、すごい、こうなってます。で、こっちには、パン屋さんがあったりとか、こっち、これ蕎麦屋さんがあったりとか、いい場所ですね。ここのお水を使った蕎麦とかパンが食べれるということですので、はい、それでは汲んでいきたいと思います。お、ここすごい、蛇口から出てるんですね。いただきます。あー、まだ冷たい。美味しい、最高。無事に汲み終わりました。汲みました。みんな待っててください。美味しいですよ。これから夜市に行きます。はい、ということで、夜市の道の駅スペースアップルに来ました。来ましたよ。で、ここは観光ミッションあるのかな。お、この桜祭りがやってるぞって、あ、こっちでやってますね。ということでね、行きたいと思います。あれ、誰、見たことある人いる。あー、ちょっとこれ今春祭りっていうイベントやって、遊び屋本舗20周年記念で、で今それで来てます。はい、わかりました、ありがとうございます。ということで仕事で中抜けしてましたけど戻ってまいりました。それでは一緒に楽しみましょう。山賊焼きです。おい、ジューシー。いただきます。おい、熱い、熱いよ。うん、おいしい、油乗ってておいしい。おい、何買ったの。みんなカレーパングランプリ3年連続金賞のザクザクカレーパン。お、すげえ。食レポチャピカします。はい、いただきます。サクサクだね。ほんとめっちゃおいしい。めっちゃおいしいね。おー、すげえスパイシーなカレー。シャコタンチーム、ナオミ運転手、行ってきます。イエーイ。キサラギです。リアです。ユナです。行ってきます。21を探すミッション、この 21g のお菓子を買いました。新岡商店でゆでシャコ買いました。柿崎商店でリンゴのほっぺ買いました。夜市に着きました。道の駅に寄ります。夜市側桜祭りの出店いっぱいあります。今から黄金岬の展望台まで向かっていきます。頑張って歩きます。さあ、これから黄金岬入り口です。みんな頑張って登っていきます。レッツゴー。頑張ってます。展望台到着しました。 550m 歩きました。疲れました。さあ、じゃあ展望台登ってみましょう。遊び屋本舗21周年だよ。高島は本当に本当に青いですよ。叫びすぎて周りに人が誰もいなくなってしまいました。貸し切りです。
今から下ってきます。フルーツファクトリー2期に向かいます。シャコタンチーム最後のミッションです。フルーツファクトリー2期に着きました。買ってみたいと思います。みんなで12時21分を待ち構えてます。さあスクショできるでしょうか。やばい、できるかな。待ってると長い。さあどうでしょう。なりました。021どうでしょう。イエイ。フルーツケーキファクトリー、違う、ファクトリー2期。いろんな味のシフォンケーキがあります。やばい。もう撮ってんの。ニキフルーツファームでシフォンケーキとプリンを買ってきました。イエーイ。お昼ご飯に桜の下で食べたいと思います。桜です。桜です。風が強いです。桜が散っていきます。そして美味しそうなシフォンケーキとアップルパイを食べてます。リオが電話をかけます。これは何のブルブルでしょう。リオだけ特別です。出てほしいな。笑いが止まりません。